体調大丈夫。それがさ、なんか今ちょっと喉痛くて。そうなの。だから夜まで持たないかもしれない今こんなに元気なんだけどね、なんかやっぱ今日ちょっとあんまり体調良くないかもとか言ってめっちゃ元気そうなんだけど今はギリ元気なんですけど、ちょっと本当になんかもしかしたら危ないかもって思って今のうちに配信しとこうって思ったのと、あのね、今ね実は前髪切りに行ってきたんです。気づきましたか？気づかない？本当に今、本当に今前髪を切ってきて、で前髪を切ってきて帰りにじゃん、スタバに寄ってきました。そうだから本当に今お家に帰ってきたところなの、ちょうど実は。そうでお家に帰ってきて普通に家でのんびりこれを一人で飲もうと思ったんだけれども、え待って、今なら配信したらみんな来てくれるって思って思ってちょっと急に配信したわけなんですね。そうスタバのバナナ買っちゃった、高リスクな目嬉しい。しかも見てこっちも買ってしまった、今から開けるね。でででで、あ危なすぎる、傾きそう全部画面隠しちゃったちょっと待って、お皿取ってくる。失礼失礼。そう昨日ね我慢したんだけどね、今日はちょうど前髪を切りに外に出たからついでに買ってきた。じゃん、どこから撮るのまた画面半分隠しちゃったどこから撮るの、え開け口なくない、こちらこそありがとうね、ありがとう。あばばばばばばば、あやばいやばいやばい、もう最悪。なんかさ、そう 鼻水もちょっと出るんだよね。風邪ですね、完全に完全に風邪ですねこれは。やばいやばい、2日までに元気になんないと。元気そう高リスクな目、あのねお腹壊しちゃうんだよねそう通常通りの氷のね量だとね私お腹を壊してしまうからね、高リスクな目にしてるんです。でれん見てん、ロールケーキも買ってしまった、やった。これが私の今日のお昼ご飯激山激山バナナセット、じゃん。こんななんか体調悪そうとか言ってんならもっとちゃんと食べろって話ですよね。だから元気なんで大丈夫です元気なんで大丈夫そうです、はい。ちょっと写真撮らしてあまりにも何も考えてない構図にしちゃった、写真撮りたいが先行しちゃってめちゃくちゃめちゃくちゃカメラの前に、あ、ちょっと通過させていただきます、すいません本当にちょっと写真撮りたかった。元気そうでしょ、元気だよ、大丈夫大丈夫。だから今日でもちょっと夜はやらないで、無視無視。イルスよそっちゃうで、すいません、静かにしてください静かにしてください。待って待って、いろいろちょっともう背景終わっててダメ、できない、撮れない
っち背景にしよ。じゃあみんなちょっと見守ってってね。ありがとうございます。オッケー、いただきます。そうなの、シェアしてくれるんです。よし。え、でも私なんか頼んだ記憶ないんだけど、何買ったっけ。え、怖すぎ。私なんか買いましたっけ。知らないですよね。え、でも本当に何か買った記憶ないんだけど。え、何買ったっけ。オタクあるある。あ、クスタ。え、なんだろう、本当に記憶ない。何買いましたっけ。あ、思い出しました、カラコン。絶対にそう、カラコンだ。カラコン買ったわ。え、別にポストに入るぐらいの大きさだと思うんだけど、なんてかいつもポストに入れてくれるんだけどな、カラコン。なぜ今日に限ってピンポンした。まあお仕事ですからね。ありがとうございます。いただきます。嬉しい。バナナいただきます。うんうんうん、おいしい。なんかカリカリしてる。うんうん、あれな、キャラメルだ。ブリュレされてる。めっちゃカリカリ。うまっ。うんふん。好きな味。好きな味だった。うん、カリカリしてる。あとバナナも入ってる。うまっ。もう今日は氷減らしただけ。何にも。何トッピングとか追加しなかった。今度チョコチップ入れたいんだけど。あかない。ロールケーキ食べよう。ロールケーキさ食べるんだけどさ、これちょっとさ上に乗ってるバナナの色怪しすぎるんだけど、大丈夫かな。まあわかる、バナナってね、剥くとこういう色になっちゃうよね。剥いて時間経つとしょうがない。いただきます。あれね、米粉のロールケーキらしい。なんか昨日一昨日ぐらいからずっとケーキ食べたかったんだよね。いただきます。うん、めっちゃ米粉の味する。なんかバナナの味より米粉の味する気がする。バナナの味、米粉の味の方がする。なんかこっちがさ甘いからさ、多分それでかな。なんかケーキ甘さよりもなんか米粉の味がする。おいしいよ。わざとじゃないですよ。今のねついちゃっただけですから。おいしい。あ、なんかなんだ。そうでもね、今前髪をさ切ってきたんだけどさ、美容師さんと話しててさ、
なんかやっぱゴンチャの新しいやつもめっちゃ美味しいよって言って、マスカットのやつ、こっちも気になるな。やったな、やってませんやってませんよ。そう、あとさ、あれ見ました？なんかさ、ケンタッキーでさ、ケンタッキーの骨なしチキンで挟んだ、やばくない？バンズじゃないの、バンズじゃなくて骨なしチキンでオニオンリングを挟んだやつ、もうだってバーガーじゃないやん、が発売されるの。バンズじゃなくて肉、肉2枚にオニオンリングとか、なんか美味しそうだけどカロリーやばそう。でも肉でオニオンリングを挟んでるらしいっていうのがね、最近出るみたいで気になるけど、ちょっと食べるの勇気いりそうだなっていう。うん、ゴディバのクレープ食べてみ、いや、わかるわかる、なんかゴディバあんま混んでんの見たことないんだけどさ、わかる、めっちゃ気になってる、美味しそうだよね。オニオンリングはヘルシーだからカロリーゼロだよ。そっか、じゃあ肉の分しかカロリーないかで本当にこれの味が好きすぎるかも、めっちゃ美味しい。うん、飲んで、回し物みたい飲んで、めっちゃ美味しい。今日はね、あったかいからね、スタバ日和だよ。なんか外ちょっと暑かった、歩いてきたら。肉もこんな揚げてるからカロリーゼロらしい。あ、そうなんだ。じゃあもう揚げ物って全部カロリーゼロだね全部カロリーゼロ。自分にはちょっと甘すぎて、え、ほんと？え、全然まだ甘さ足したいぐらいなんだけど私。なんかブリュレだからちょっと、なんだろう、香ばしい、ちょっと香ばしい感じの味だから、全然もうちょっと甘くてもいいぐらいかも私は。だからキャラメルソース追加増量とかでもいいぐらい。うんうん、焼き肉だからこれからスタバ行くかな。え、お疲れ、甘いの飲んで糖分補給糖分補給。ソイラテしか買ったの。え、スタバのソイラテって実は飲んだことないかも。いつも何飲んでんだろうな、なんだろう。ちょっと前にハマってたのはあれ、期間限定だったんだけど、なんかね、あれなんだったっけな、なんかピンクのピンクのラテ系のやつに、なんかね、お花の味がしたにハマってた。あ、ホワイトモカも、え、ホワイトモカも飲むけど、ホワイトモカちょっと甘すぎて私。そう、なんだろう、何飲んでるっけ。でもなんかいろいろこれっていうのはあんまりないかも、うん、なんかね、フラペチーノじゃないお花の味がしたやつ、クリーム乗ってた。そう、キャラメルマキアートたまに飲む、たまに。え、でもだとしたらこれ多分めっちゃ好きだと思うよ。めっちゃキャラメルって感じする、それにバナナ入ったみたいな味する、美味しい。美味しい。
ルケーキ、それだ、それです、ちょっと前のやつ、それめっちゃ美味しかった。ここ最近飲んだやつの中で一番美味しかった、それそれそれ、ちょっとストロベリーっぽい味もする、大好きだったそれ。うんうん、大学生の時無駄にスタバで勉強してた。いやわかる、なんかさ、スタバとかそのカフェで勉強してる人ってちょっとなんかできる人みたいな見え方するよねちょっとできそうな雰囲気出ちゃうよね。でも私はなんか人目が気になっちゃう、なんか長いできない、そういうところで勉強とかしようとすると、なんか見た目はかっこいいけど、そういうところで勉強とかあと本読んでたりとかする人ってなんかかっこいいけど、なんかえなんか席なんか邪魔してないかな、席少なかったりとかする、広ければいいんだけど、そうなんかえちょっとなんか邪魔かなみたいな長居しちゃってるかなって気になっちゃって、結局全然中身は集中できてないから私あんま向いてない。あ、そう、イオンのフードコートが一番落ち着くイオンのフードコートで勉強してたから学生時代、あそこが一番落ち着くんだからあのね、充電器もあるからね、そう何しててもいいしね、好きなもの食べてられるしね、そうだよそう、本ポート、え、本ポートで勉強しようと試みたこともあるよ、でもなんか静かすぎて逆に集中できなかった、なんかそれもそれで周りに勉強できる、できそうな人とかがいっぱいいるから、なんかもう騒がしくできる、やっぱイオンが一番落ち着くやっぱ一番落ち着くってなった。いやそうだよね、図書館もやっぱガチガチの勉強してる人が多いよね、何回か行ったことあったけど、公園のヘリルの合間によくスタバに行きます。お、じゃあ次はこれ飲んでねめっちゃ進めるでも美味しい本当にこれ、学生時代は家でクラシック聴きながら勉強してたかな。え、それ本当？それ本当に言ってる？でも確かにさ、なんかあれだよね、歌詞がある、ちゃんと歌詞のあるさ音楽聴きながらやってるとさ、なんか なんだろう、そっち歌っちゃわないんだんだなんかさ、こう勉強してるのに間違って歌詞書いちゃったみたいなでなるよりかは、なんかもう本当に音だけの方が勉強は集中できそうだよね。なんか好きな曲を流しながらやる方がはかどるっていう人ももちろんいると思うけど、なんかノリノリになっちゃったらめっちゃ意味ないめっちゃ意味ないもんね。今週末も公園行くんですが、劇場近くにおすすめのカフェある？いやー、劇場の近くって本当にカフェがないんだよねそう、しかもそのギブチョコとかサン屋さんも潰れちゃって閉まっちゃったから、そう閉店しちゃったから、なんだろうね、私はよくあそこに行く、アフタヌーンティー伊勢丹の中の、伊勢丹のね、何階？ 3 階にアフタヌーンティーやるんですけど、そこによく行きますでもちょっと奥様方が多いかもしれない、アフタヌーンティー。あ、あそこはどう？なんかビルボの下の、なんか前フルーツジュース屋さんとか、あとトゥンカロンのお店だったところが今チーズケーキ屋さんなんですけど、そこのチーズケーキ屋さん最近できた、
何だったっけ、そうチーズケーキ屋さんの、あそうそうそうチーズガーデン、あそことかどう？なんかあそこイートインあるからおすすめ。そうチーズケーキの食べ比べとかできる、いかが？あそこなら結構近くてよくない？そう、そうそうそう抹茶いちご飲みたかったけど昨日で終わってた。あ、これが始まったからだ。でもいちごはあったよ、私が行ったスタバ。抹茶のは終わってた、いちごと抹茶は終わってたけど、いちごのみはまだやってた。そっちはまだやってんのって感じ。インスタに載ってる抹茶のカフェよいか、あ確かに確かに、あのサンマルクの向かい、伊勢丹に行く側のあのなんか歩道橋みたいな、あそこの手前、確かにそこもおすすめ。やっぱあそこをね、劇場から近いからね、いいよね。な、上島コーヒーはもうねファンの皆さん御用達でしょ、あそこ劇場から一番近いもん。そこはそうだよね。なんかあそこ昔私の友達が大学生だった時あそこでバイトしてて、そうでもうその子と、その子中学の時の小中の同級生なんですけど、友達で、もう大学生になってから1回しか会ってなくて、てか卒業してからもう1回しか会ってないからもう全然会ってないんですけどでもその大学生になって割とすぐの頃に1回だけ会った時に、もう私 NGT 入ってからなんだけど、なんか上島コーヒーでバイトしてるんだけどめっちゃファンの人来るよって言って今ねもう普通に就職したからもういないと思うんだけど言ってました。みんな御用達だよね。ネットカフェで勉強してたことあるけどついつい DM 見ちゃった。え、ネットカフェって DMM 見れんの？最高じゃん、最高じゃん。行ったことないけど、2日の公演おすすめしてくれたけど昼夜どっち？配信で見ようと、あのね昼で出演回数が400回なんですよ。そうなんです。まあでもどっちでもいいかも見てくれたらどっちでもいいかも天ライトの電池充電、あっサンマルクじゃなくて上島コーヒー、確かにあそこ充電できるのいいよね。お仕事戻ります。あ、夜はね今日配信しないでおこうと思ってるんだ。ちゃんと寝るちゃんと寝る、頑張って、お仕事ありがとう。え、そうだよ、私急に配信したんだよこんなに普通に配信してるけどめっちゃ急に配信したのに、ありがとうありがとうありがとう。受付終わったらとりあえず知り合いみんなで上島コーヒーそうだよね、そりゃいっぱいいらっしゃるよね。歌唱力もあるが、あ確かにそう、歌唱力ね9時から放送、 NGT2 日目今日ですからね。ねえドキドキ、本当にドキドキで、ひのが一番ドキドキしてて可愛いずっと昨日 LINE 来てた放送中、昨日の1日目の放送中ずっとひのから LINE 来てて可愛かったひのいつも全然 LINE しないのになんかグループでなんか普通に会話してても全然ひの会話に入ってきてくれないのに昨日はひのがめっちゃ一人でずっとグループ LINE で喋っててそうひのドキドキしてたね。でも本当に NGT から一人でも多く進んでくれたら嬉しいし、しかもなんか昨日の放送でこのさ出てるメンバーがこうパネルにさ出てるじゃん顔写真とともに、なんかちょうど審査員の方のところ抜かれた時にめっちゃ4期がすごい映るところにあったみたいで
ね、いい、いいですよ、名前覚えてもらえてね。楽しみ、頑張ってほしい、頑張ってほしいってもう終わっちゃってるから頑張るっていうかもう祈るだけなんですけどね、楽しみ本当に。そう、なんか4期生の中にはその歌唱力に出るのが一つなんか目標にしてたっていう子もいたりするから。そうなのよ、そう、48グループに加入したら歌唱力に絶対に出たいって思ってくれてた子もいたみたいで。そうなの、だからすごいみんながどんな感じなのかすごく楽しみ。しかも選曲もね、日野が結構一緒に選んでくれたりした子もいたみたいだからね。今回こそ NGT いっぱいのメンバーが進んでくれますように。そう、でも2日目になっただけでもなんか日野から聞いた話は結構やっぱでかいみたいで、毎回ずっと NGT が1日目の一番最初の組だったから、今回初めて2日目になったみたいで、そうね、いや楽しみだな、頑張ってほしい、ちょっとじゃあ1時になったからそろそろ終わりにしよっかな、短いけどごめんね、ごめんねってか急にやってごめんねなんだけど急にやってごめんねです、本当にありがとう、めっちゃ急だったのに、待って、こんなに見に来てくださると思わなかったありがとう本当に。ランキング読みます。13位チュンソンさん、ありがとうございます。12位けない太陽さん、ありがとうございます。11位かんやとさん、ありがとうございます。10位アーリーさん、ありがとうございます。9位サバサンドさん、ありがとうございます。8位あやめさん、ありがとうございます。7位やめさん、ありがとうございます。6位ヨシーさん、ありがとうございます。5位ホシーさん、ありがとうございます。4位ヒーローさん、ありがとうございます。3位のサラさん、ありがとうございます。2位ノートンさん、ありがとうございます。1位ヨシさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとじゃあ今日は夜はもう配信しないでおきますが、はい、みんなも体調気をつけてね私は元気、私は元気なんだけど、元気じゃなくなるかもしれないこの後わかんないけど、だからよかった配信できてありがとうございました。みんな午後も頑張ろうね。バイバーイ。